こんばんは。よいしょ。帰宅。こんばんは。サウナ前に、サウナ終わってから配信するか、サウナ行く前に配信するかで迷って。でもメイクしてたから、咲き始めた。わあ、やばい、もう体が。揉み返し来るやつだ、これは。今日マッサージ。やっと眉毛サロンも行って眉毛サロンも行ってそうでマッサージも行ってでももう本当にもうぐっちゃぐちゃになって体が 普通マッサージってねなんか気持ちいいなーって思うんだと思うんだけどもうリアルガチのマッサージって矯正みたいな。もうもみくちゃにされて。こっちでもう。寝るなんて思ってのほか。な状況でした。ちょっとじいちゃん重たいね。
とご飯食べていい。今日はなんかもう若干おかゆみたいな。いただきます。もうやばかったよ、本当に。もう人間そんな方向に肩回りませんってところぐらいまでやられる。うん、もうそんな可愛いマッサージじゃないんですよ。もうガチ本気で私のこと倒しに来てるって感じのマッサージに。まあ結構1年目ぐらい、エステル入って1年目2年目ぐらいで知ったマッサージ屋さんなんだけど、まあ年に 1,2 回行くマッサージ。もう怖い。もう行った後あいつももう痛すぎてもう怖いんですよ、恐怖。もうそのお店のこと恐怖になって、もう多分もう行かないよって、もうしばらく行きませんって思うんだけど、そう。でもまあもう逆にこんなに痛いんだからどうにもなってないわけないじゃんみたいなぐらいの痛さなのね。うん、うん、やっぱ一緒になってる。左右差とかめっちゃ、ああもう、うんうん、今を見ても思ったけど、こう触った時の、うん、整えてくれるんだよ。ボキボキ全然されん。ボキボキ、なんならボキボキとかじゃない、もうゴリゴリ。なんかもう骨、多分体の中の骨なんなら3本ぐらいなんかもう潰れたんじゃないかってくらい押される。本当にガチよ。で女の人なんだけど、マジで女の人の力じゃないあれは。でマジでいつも思う、その力はどっから出てるんですかって。でもね、なんか痛い痛い痛いとか言える環境でもないんですよ。結構こうチャンチャラララララみたいな音楽が流れてる上品なところだから抜いてとか言えないから、もう必死に我慢すんの。もうちょっとでも気が緩んだらもう負けだから、こっちも。もう、もう必死に冷静を保つんだけど。でなんかコロナの時はマスクとかつけとったじゃん。今日マスク外した時にでももうもろバレよね。だからもうえっとも出てないけど、なんか普通にもう今日終わった時になんかギブアップする人いそうですねって言っちゃったもん。うん、痛かったですかって言って、もう結構なんかどこが痛かったですかって言われたから、いや結構本当全部痛かったみたいな。結構本当に私結構痛みに強い方なんだけど、もう本当にもう無理って言いそうな、もう狭間を攻めてくるわけ先生が。多分絶対思うの、あの人絶対ド S だと思う。あの先生本当にあの人はド S だと思う。なんかほんまにされながら、なんで私はこんなに痛いのにいつも来てしまうんだろう、私はド M なのかなって思いながら受けるもん。それぐらい本当なんかお金を払ってこの痛みを受けに来ている自分って何なんだみたいな。本当にうん、
で、なんか、あ、この体勢、あ、ここ痛いなとかなくて、もう全部痛いようなあれなの、もうガチで本気。いや、マイキー言ってないと思う。それこそ、そう、この前なんかマイキー言ってて、そこも行こうかなと思ってたんだけど、そう迷ったんよ。だけどなんか誕生日、私2月誕生日で、なんか誕生日クーポンみたいなのがホットペッパーで発行されるんですよ。それで行った。お疲れ様ひんな。こことかももうグワーって、私で仮面かぶっとんかなってぐらい顔をなんか剥がされる。でもなんか首とかはやっぱ結構ここがめっちゃ硬いって言われて、ここ本当にちょっとやってあげてって言われて、うん、めっちゃ痛かった。本当にもうほんまに痛かった。もうなんかいつもはだいたいこれのここまでの痛さじゃなかったらちょっと腹立ってくるんよ。もう痛いと思って腹立ってくるんだけど、もう腹立つとかじゃなくて、もうごめんなさいみたいな、もうなんかもうこの人に反抗しちゃダメだみたいな気持ちになるの。そう、マジあの人強い、負けるわ、勝てない。もう降参しますって感じなる。みんなマッサージとか行くのかな。今日何回痛かったら痛いよ言ったってくらい言ってる。まあまあお店で言えなかったから、もう今この気持ちを発散しとかなきゃ。カッサで届かない、そうだね、もう全然ね。自分だったらさ、ちょっと痛いぐらいのところこう頑張ってほぐすじゃん、自分のペースで。もう私のペースとかじゃない、もう 100% 向こうのペースだからさ、もうかなわ、勝てない。もう痛いもんって、もうこの辺でさえも痛いもん。痛い。いやでもすごいな、じいちゃん。お疲れ様ひな。痛いマッサージは、でもなんかまあ
逆にね、その男じゃないなんかこう矯正、全身矯正みたいな、小顔矯正とか言ってもさ、あんまり効果を感じないわけよ。だから多分そこでもう体が慣れてるわけではないけど、そこを知ってしまってるから、え、こんなんで大丈夫、ちょっと物足りなくなっちゃうんだね、他のとこ行ったら。それがもう通っちゃうのかな。でも今はもう絶対行かないと思うよ。飛びたいんだもん、もうなんでって思うもん。だってだけどやっぱね、ちょっと人ってさ、ちょっと忘れてしまうじゃないですか、その時をこう、その時のこう感覚、気持ちっていうのを 100% でずっと毎日覚えとくって無理なんですよ。痛いっていうのを覚えてても、まあいけるっしょみたいな気持ちになっちゃうの。そう、本当に人間って、でまあいっちゃうんですよ。でもやっぱさ、行くならさ、やっぱなんか気持ちいいプラスちゃんと効果出たいじゃないですか。そのために行ってるからさ。だからね、っていうのでまあ行くんですけど、なんか痛かったら言ってくださいみたいな方式だった気がするんだよね。でも今とか全く聞かれないから、痛いって言っちゃダメなのかな。でも本当ギリギリを攻めるのが上手いんだと思う、あの人本当に。もうあと3秒、もうあと3秒いったらもう無理って言ったら、もう言いそうな、もう無理って言いそうな瞬間にパッてこう手をほどかれるから、悔しい。まあでも今日も無理って言わなかったから私の勝ちと思いたい。本当に え、そうだからさ、男性とかってさ、なんかすぐ痛い痛い言うくない？なんか痛みに耐えて長すぎるんじゃないかと思うんだけど、どうなんですか男性の皆さん。なんかすぐ痛い痛い言うじゃんってイメージあるんだけど、私はまだどっちかって言うと、その我慢、痛み我慢強い方ではあると思う。そう、痛いもんは痛いんだけど、いや分かるんだけど、なんかこうなんだろう、なんかビビリビビリ言っちゃった、ビビリ。なんかすぐなんかテレビとかでもテレビとかでもね、結構でもすぐ痛い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 みたいな、痛くないやんみたいな、そんぐらいいけるやろみたいな、ちょっとぐらい我慢してって感じ。
ね、じいちゃん。失恋の痛み、心の痛みね。ジャガ、ありがとうございます。ナミさん、ありがとうございます。コタロウさん、スペサポ当選、来週よろしくお願いします。マッピーって、マナちゃん、やっほーじいちゃんもね。あれ？じいちゃん。じいちゃん。あ、いない。あ、いた。じいちゃんおいで。なんでそんなに顔。そんなことないよ。しかも可愛くなるために小顔矯正行ったし、うん、こんばんは。どこの新たな家に行きましたか？タミヤ、あれはタミヤ。すでに可愛い。やめて、そのびっくりマーク。面白い。なんていうんだっけそれ、おじさん構文っていうのか、おじさん構文。だるまありがとう。今日はこの体の歪みを取ってもらったから、その状態でサウナに行ってむくみを取ったらどうなるんだろうっていう楽しみがある。ワク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 、ドキドキニョキニョキ
整体、そう、小顔矯正みたいな、全身矯正みたいに言ったの。岡山はね、まだ始まってないよ。まだ始まってない。今始まってんのは兵庫、香川、愛媛。です。お疲れ様いな。ボキボキしないタイプの、ゴリゴリするタイプのやつ。いや昨日ね、なんか飲みたいと思って、普通に昨日。あれ昨日私帰ってきたから配信したっけ。あれ昨日どういうあれだったっけ、なんだっけ。まあそのまあなんか飲みたいなと思って、梅酒をオラナミン C で割ったんですよ。それが美味しすぎて、それが美味しすぎて、そう。でもオルナミン C はさすが2本を飲めんと思って、その後もう一杯だけ飲んだんですよ、梅塩ロックで。そしてむくんだそしたらむくんだその発想どこから。あのね、この前その徳島行った時に、その徳島のバーみたいなところにお邪魔したんですけど、徳島のバーっていうところっていうか普通にバーにお邪魔したんですけど、そこが結構その徳島の特産品とお酒っていうのを結構なんかテーマにしてて、テーマっていうか結構看板メニューでもあって、でオロナミン C はまあ大塚製薬だから徳島のものじゃん。でそれととあるものをねこう混ぜてお酒にしてたんですよ。で、あ確かにねみたいな、オロナミン C のお酒って確かにないけど普通に絶対美味しいじゃんみたいな。そうで、いつも私はソーダで割って飲むんですけど、ソーダがなかったから割るもんがなくて、で、あ、オロナミン C あるじゃんと思ってオロナミン C で割って飲んだんですよ。そしたら美味しかった。でももうほぼジュースあれはって感じ。そうで、大塚製薬さんだからね、塩ビタもねいっぱいあるんですよ。カロリーメイトもマッチもとかね、ポカリもとか、みんなの生活を支えてますー
でも本当今まではなんか家で飲む良さってあんまりよく分かんなかったんですよ。でも最近はちょっと分かる。家で一杯だけ飲んで寝るとか、うん、寝る準備して風呂入って終わっての一杯みたいなの良さがちょっと分かってきて、うん、何しながらの昨日はもう韓国ドラマを見てましたね。もうここずっと忙しくて動画とか見えてなくて、でも今日はちょっと朝ゆっくりだったから見ようと思って動画見ながら、うん、感じかな。何がある逆に。バラエティみたいとか。聞き咲き師の勉強の、でもなんかその資格を取るって思ってからやっぱりその勉強で覚えるのってめちゃ難しくて、そう、でもそのなんかお酒にめちゃこだわっとる、ただのなんかそういう居酒屋とかそういうんじゃなくてお酒の店バーみたいなとことかはやっぱりこうじゃハイボールをめっちゃこだわってますとか、そう、ここはジントニックのお店とかそういうなんか実際に聞いて飲んで、あ、これ飲みやすいなとか、これは自分が好きなあれだなとかの方が覚えれるなみたいな、楽しいしそっちの方が、はあるね。だからその徳島のそこもあの もうめっちゃその店員の方が女性だったんだけど、なんかその人もめっちゃお酒が好きでみたいな、なんかこう何聞いてもこう答えてくれるわけよ。かっこいいなと思いながら、うん、いろいろ詳しくなったらもっとなんか楽しめそうじゃない？これとこれ絶対合うわとか。
しい組み合わせとかしそう。うん、工場施設。コンフィーさん、ハートありがとうございます。聞き酒しわそう、日本酒がメインなんだけど、うん、広いじゃん、めちゃくちゃ日本酒って。まださ、そんな日本酒をいっぱい飲むことがないから、それこそ難しくて、なんか甘い辛いとかじゃん、なんか初めの段階って。それぐらいしかまださ、知識的に言うとさ、飲みやすさとかだから、それを語れるくらいになるまでにはまだ時間がめちゃくちゃかかるんだろうなって。もうなんか出てくる用語とかマジ意味わからんすぎてね、すごいなってなる。からこうちょっと身近なものから取っていけたらなって思ってるんだけど、お疲れ様、いいな。天狗天狗のビーフジャーキー、ビーフジャーキーは燻製系とかやから、ワインとかがいい。フルーティって感じかな。でもなんかビーフジャーキーとか私昔全然食べんかったよ。でも最近好きになった。ビーフジャーキーってほんまに昔はね全然美味しいと思わんくて、なんかワンちゃんとかの気持ち、犬の気持ちみたいになってたんよ。そう、でもめっちゃ今食べたらめっちゃ美味しい。うん、てか味覚変わってきてる気がする本当に。
サイゼリアのワインがいいって聞いたことある？うん。っていうのは？レベル高いってこと？むしろああいうところで飲んだことないな。ワインはでも、もう圧倒的白派ですね。赤はね結構酔う白派。まあでもまた美味しいと思うワインに出会うかもしれないしね。今日は生姜焼きですが、ハイボールじゃないですか？生姜焼きは。うん。でもそれこそステーキとかワインがどうちゃらこうちゃらで書いてたよ。そういう考えで今までお酒選んでなかったけど、そういうのを勉強し始めてから、うん。まあ、でも生姜焼きは邪魔しないっていうか、うん、サクッと飲める方がいいかな。サワーよりもハイボールで軽めに。ぜひ。優作ありがとう。これなんなん？マシュマロみたいなやつなんなん？期間限定のやつ？小太郎さん、ガントチャートさん、ありがとうございます。わ、1週間終わりやな。みんな閉まろうか。みんな1週間お疲れ様ひなです。本当に今週も頑張りましたね。私も今週は結構頑張った。うん、週末お仕事ですね。そう、まあでもみっちゃんのね、まあ、ライブのレッスンが始まってたりとかはするんですけど、まあでも今月もイベントがねちょくちょくあるから、
それの準備だったり振り覚えだったり、またみんなにもいいお知らせができそうなので楽しみにしていてください。ね、またあの3月後半になったら何日後だ、リアルお話し会もあるしね、東京にお邪魔しますね。はい、20日に東京にお邪魔する。23もね、オンラインお話しかあるけど楽しみだね。まずは来週の公開収録に向けて、でその後にイベントに向けて撮影もあるわ来週。ちょっと体調もね、ちょっと見た目も磨きをかけていけたらなと思います。ありがとう、見に来てくれて。私だけしか撮ってなくて、嬉しい、楽しみ。直接お話し会楽しみね。あったかいといいね。関東がどうなのか分かんないけど、この前徳島ガチで寒すぎて、うん、まあでも桜もね徐々に咲き始めたりとかしてるのでね、まあ、徐々に春には近づいてきてるんだろうけど、まだ寒いのでね、油断禁物ですね。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思いますね。そう、なんかみんな受験シーズンでメンバーも結構出てたりね、あのツイートで知ったりするんだけど、もうそんな時期ですね、高校受験。でも本当両立ってすごいよね。あ、 2.5 期生のね、あのさ、ん？ 2.5 期生のあの曲のあのミュージックビデオっていうか、なんて言うんだろうね、ミュージックビデオ、手作り、手作りではないね、がね YouTube に上がってて更新されたんですよ。そう、めっちゃ可愛いから見てほしい、みんなにも。セルフプロデュースか。いいよね、あの4人もすごいいい関係性やなって思う。ぜひあの 2.5 期生の YouTube チャンネルの方にアップされてるので、ぜひ見てください。
それじゃあ今日はこんな感じでサウナに行ってまいります。今日は眉毛サロンと矯正に行きました。皆さん1週間お疲れ様ひなです。よし、じゃあランキング見ます。13位は、13位はゆうさく、12位はフラペチーノ、11位はモンタ、10位は宮口さん、9位はサルトビ仁左衛門さん、8位は猫は猫で猫さん、7位はエレメンツさん、6位はジュンさん、5位はサージカルさん、4位はヒーさん、3位は相馬小太郎さん、第2位はナミさん、そして本日の第1位は第1位はガントチャートさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、3月8日金曜日、皆さん今週も一日、今週も1週間お疲れ様ひな。また次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとう。おつまひ。持ってきます。